はい、どうもお疲れ様です。 FX オリギャラフの皆様、そして速稼塾限定動画をご覧の皆様、今日の相場解説ですけども、今ね140円突破しました。おめでとうございます。今週はテクニカル通りに動くかなと思って、まあそして上昇圧力もあったんでね、140円までは行くだろうと思っていましたけども、金曜日で行きましたね。まあ計算通りということでございます。141円とか142円にはさすがに行かないと思うんで、ちょっとそこまではね考えられないんですが、140円の30とか40あたりのところまで行くのかなと思いますんで、まあ上昇するにしても、あんまり深追いをしないようなタイミングに入ってきたかなと思います。というところで、今日はね多分ね利益を取るようなポイントって来ないような気がするんですよ。まあそうは言ってもその気がすることも考慮しながら、ちょっとねロットを半分に落としてバイの方でエントリーは続けていこうかと思います。まあこの辺ねちょっと慎重になるところですけどね。まあ、週間での予測が140円までということだったんで、140円に達したから一応1週間という区切りでは今日で、店じまいということになりますけども、ただねまだ1日は始まったばかりなんで、デイトレードの方はちょっとねロットを減らしながらバイでトライしていくのは同じだというところですね。でもうすでにエントリーはバイで入ってますんで、私の方は特に問題ない含み益を続けているんですが、これからねエントリーをお考えの方はちょっとその辺も今日は話していきますので、最後までご覧ください。じゃあねデイリーを切り替えてちょっとだけ週間を見てみましょうか。週足を、はい、週足でございます。もう言うまでもなく W が見えてきてますよね。ここに W の右辺がちょっと上の方にこう行ってるところですね。上の方にこういうのってのは上昇の圧力をもろに受けますんで、他の条件が右肩上がりだった場合は、あとはこのネックラインを越えたら大きく上に行くんだなと思っておいてください。そしてその通りになったでしょ。強い陽線が2本出て、もう圧倒的なねこの利幅を作ってくれてるわけですよ。まあ、これを私はこの辺りで W は右辺が強いからネックラインを越えたら強く上昇するよと、その時まで資金を貯めといてくださいよみたいなこと言ってたわけですけども、なかなかねそこまで覚えてる方はいないと思いますけども、でも実際動画で残ってますんで、ずっとねご覧になってる方は確かに言ったよねっていうふうに言ってくれてると思います。で WWW っていうふうにね週足を見るために言ってるところと、あとは日々の中でもたまに週足見てきたでしょ。でそのぐらい、強い確信があったわけですよね。高い確率で今回はこうなるんじゃなかろうかというところがそのまんますっぽりとはまったということになります。はい、そして次は4時間を見たのかな。4時間ですけどもね、昨日ロスカットを食らったのはここで倍に入ったところ、実は価格が落ちていてですね、もう潔くロスカットで、まあ今週終わったかなと、ちょっと140円はいかなかったかなと思ったんですが、ここかこっちですね思ったんですけども、結局昨日のうちにネックラインを越えて、下ヒゲも出しながらね、こちらの方に下ヒゲ出しながら上昇が始まったんで、改めてバイでエントリーをしたのがこの辺だったってことになります。で次は1時間を見ていくわけなんですけども、はい、1時間ですけどもね、はい、1時間でねもう一回すいません昨日のお話をさせてもらいますけども、ロスカットを食らったんでね一旦諦めたんですけども、このネックラインを超えて、まあ、これは FX オリガルヒの前回の動画をご覧の皆様はね、深夜3時ぐらいの動画をご覧の皆様は思い出していただけると思いますけども、ここを突破したから新しいポジションをバイで立てたってことで、今はここに至るわけですよ。さあ、それではね、これから取引をする方はどういうふうに見ればいいかってことをお話しします。ここに陰線と陽線が横並びみたいなやつがあるでしょ。だからこれっていうのは、高値圏でこれが出ちゃうと、入ってきた方向に戻る傾向があるってのを覚えてます？これの懸念があるんでちょっと様子を見たいんですよ。で15分の方まで今日は掘り下げていきますね。このまんまここを頂点にしてこっちの方にね戻っていくことも考えられますけども、同時にですよ、同時にこれがもしね今日中に上に上がってくるようだったら、上昇圧力が回復するようだったら、ここがネックラインになるでしょ。で140円の215を超えた場合はそこでバイでエントリーして、そんなにたくさんは上がらないと思いますけどもね、10ピップスなり20ピップスを狙っていってもいいんじゃないかなというところでございますね。まあもしくはねここでもし反転することがあったら、この根元と反転したこちらを結んでレンジオプションを組んで来週に備えるっていうことにもなると思います。
で当然これ20ピップスぐらいしかないですから、これはブレイク用のレンジってことになりますけどね。まあ15分なんで、まあ大体ブレイク用のレンジってことになるんですけどね。はい、じゃあ今週の流れは以上でございます。エントリーするチャンスが15分を見ると見出せることがお分かりいただけたと思うんで、もうそれだけですね、今日トライするとしたら、まあでも昨日までで十分利益の出るポイントは皆さんにね、伝わったと思いますので、まあそれを利益にできた方と、勉強はできたけども目先のお金にならなかったと分かれると思います。で何度も言いますけども、未来に資産っていうのはできるわけなんですよ。で今日は思考の資産を作ってもらいたいと思うんですよね。まあつまり1週間のテクニカルを学びにしていただいて、同じようにねテクニカルが十分活かせるときには今度は利益を取っていけると思いますので、未来に資産を作っておいてください。それでは今回は以上ですね。またオリガルヒの皆様には追加放送をさせていただきます。